はい、どうもプロボーラーの川出翔太です。本日もチョダチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は豪華メンバーでお送りしたいと思います。はい、プロボーラーの藤井信人です。よろしくお願いします。俺の真似やから、はい、森本健太です。よろしくお願いします。はい、ということで今日はノブケンボーリングと対戦をしたいと思うんですけど、はい、ただノブケンボーリング2人なんですよ。はい、僕はね超助っ人、同じ翔太で強いんですかそれ、名前だけじゃないんですか。相変わらずひどいプロですよ本当に。紹介したいと思います。天笠翔太プロです。よろしくお願いします。お願いします。54期生の天笠翔太です。よろしくお願いします。お願いします。強いよね、真面目。確かに強い、はい、20勝と10勝だからね。あ、そうです。あ、1人で2、僕0勝です。さすが、ちゃんと拾ってくれるから。ということで今日はですね、まあ、ご存知とは思うんですけど、ノブケンボーリング、はい、ついにですね藤井プロと森本プロ YouTube を始めまして。ありがとうございます。そうなんですよ、もうね始めたばっかりなんですけど大人気で、まあ、今日は分かんない、俺のおかげだ。いやそこで喧嘩しない。まあ、今日はということで、まあ、コラボ動画ということで、まあ、今日はですねアイビーボール向島さんの方にお邪魔させていただいてるんですけど、まあ、コラボ動画ということで2番勝負をねやりたいと思います。はい、で、まあ、実はこの罰ゲームありでちょっとねやらせていただきたいんですけど、まずこの2番勝負1本目はこの翔太チャンネルでベーカー戦でチーム翔太対ノブケンチームでやりたいと思います。で2戦目をノブケンボーリングチャンネルの方でスカッチでですねまたチーム翔太対ノブケンボーリングでやらせていただきたいと思いますので、ぜひですね、まあ、ノブケンボーリング、まあ、もう1000人チャンネル登録を超えてるんですけど、まあ、バンバンねこれから盛り上がっていくと思いますので、ぜひチャンネル登録、ご視聴いただけたらと思うんですけど、まあ、早速ですね今日は対戦をしたいと思いますので、はい、翔太頼んだよ。あ、大丈夫です、任せて。足引っ張るんじゃないの ね、 そうですね、雰囲気的にはさ、まあ、足は引っ張りますね。引っ張らない、引っ張らない、まあ、ということで、まあ、ちょっとね初めて、天笠プロ登場していただいたんですけど、まあ、こうやってねあんまり一緒に投げる機会もあんまないんですけど、なのにいきなりこうベーカーでチームを組むという、そうですね、あんまり印象ないですよね、はい、確かに。そう、チーム翔太、チーム翔太、チーム翔太、ね、川添プロと一緒に投げれるって心強いんで、まあ、普段よりはうまく投げれるかなって思います。よろしくお願いします。目線ブレブレですけど大丈夫ですか。翔太プロ、翔太プロなんで行きたいと思います。はい、はい、お願いします。それでは早速行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、ベーカーなのでどっちが先に行くか、そうそうそう、重要なんですよ。分数か奇数かってことね。そうそうそう、だから2フレ投げる方が10フレ行くので、どっから行きましょうか。いや大丈夫なの本当に。え、だから10フレをうちは翔太から行こう。はい、はい、どっちも翔太行く。そういうつもり。頼むよ。よし、地元なんだから。そうなんですよ、これね、ホームセンターなんで森本プロはやっぱりちょっとね、まあまあまあ、しかもこのノブケンボーリングいつもここで収録してますから。あ、ちなみにこれ今日は42フィート、はい、42フィート、はい、すごい、今聞かされるという。作ってんだろうね。はい、作ってます。大丈夫？おお。あ、これは僕か。ベーカーだ。そう、ベーカーなんで、ベーカーだ。そう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 、まだ大丈夫だから。じゃあ行きます。僕、本当に天秤の方に行きます。初登場。さあ、行きます。いいから、いいからいいからもう。いやもうね、翔太といえばやっぱあのドリームマッチの、ね、うん、あの最後の、ね、今日も見れるだよ、サドンデスの、ね、今日も見れるよ。音割れちゃうんだよ、大丈夫ですか。確かに。シャラッ、ちょっと待って。さあ、いけ。あー、やばい。まあ、まだ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 1フレなんで、はい、はい、すいません、まだまだ1フレなんで2本。オッケー、大丈夫。結構早めですね。よしよしよし。これ取ったりして、うち結構跳ね返ってきますよ。お、はい、どんまい。いけ。オッケー。まあ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 、さあ、すいません。まあこんだけやっぱ、ね、お前お前、こんだけ大口叩いてるボールプロですから、コードマスターでいっちゃいますよ。コードマスター、僕ボール紹介してなかった。
いよ。うまいな。おーうまい。ちょっと変化してきてるね。あ、変化してきてる。なるほど。黒の厚めも納得ですか。僕はピアフィジックスでいきたいと思います。お願いします。ストーム VS レジェンド。いや違います。藤井プロの関西オープンの優勝ボール。はい、ありがとうございます。もう在庫ないですけど。いや強い。いやありがとうございます。いやすごいわ。ちょっと続けてよ。はい、まあ、もうさっきので完璧でしょ。もう一回投げればね。はい、けんちゃん。けんちゃん呼んだことないけど。ノブケンボーリング。さあ来い。やっぱうまいな。ちょっとレベルが高いですね。ちょっとレベル高いね。ちょっとまあ雰囲気的にはもう多分圧勝でしょう。大丈夫。まああのちょっとここで、まあ、でも結構多分アマカスプロ次第ですよね、これ多分。そうだって20対0でしょ。20対0。言い方。何ですかその。結構あの頑張るんで。頑張る。お願いします。いやこれ罰ゲーム。コメントが。そう。コメントがちょっと。言葉と態度がね。頑張るんでって言ってるけど態度はもうあたふたしちゃってるから。YouTube やってないでしょ。確かに、ね、慣れてない。はい。緊張するよね。やっぱり。さあどうだ。いいんじゃない？イエーオッケーどうだよ、レイよっしゃくえよっしゃほら、来いや来いや格闘技系でいきますね、こっちさすがゼロ勝のオーラが出てるあらすら、あらすら翔太チャンネルあらすらよし、5枚寄ります5枚も寄るか、お前藤井プロは5枚寄るそうです、あれで。おあいい、あの天品は。お願いします。よし、いけ。おかっこいい。さすが強い。さすがナンバー。これが20勝の力だい。ケンタ、はい、自信ない。頼むぜ。だって練習してないもんね、天秤の。違う。やばいやばい。うわ素晴らしい。有言実行ですね。でだからへこんでないから取れると思ってないんだから。あやこれやばい。罰ゲームあんだから。ちょっと怖いな。知ってる？いや取れると思ってないから別に。メンタル的にはショック受けてないよ。強い。さすがですね。強い。さすが今年開幕戦優勝した男はやっぱメンタル強いな。強いなやっぱり。あ、僕の投げてるボールウルトラバイトです。はい。頼むよ。はい。結構人気なボールですよね。かなり。もう多分在庫がないですね。ああ大丈夫か。ああ。まあまあまあって言ってる。ここ何がまあまあ。やばい。ここでね、とりあえずね、持ってきてね。やっちゃうの。やっちゃおうか。いやいや、やっちゃおうかなって。やっちゃってよ。シラフだよね、大丈夫？シラフです。目がちょっとさ。ちょっとやっちゃってよ。頼むよ。やばい。あの時の見れるんじゃないの？見えちゃう。シャオラどころの騒ぎじゃないでしょ。さあ、いけ。これ来たらでかい。おい。おう。オッケー。ちょっと自信なかったでしょ。ストライクになると思って。はい。心の準備ができた。これはもう罰ゲームやらせれるね。はい、オッケー。オッケー。はい。どうする？え、天品残んなきゃいいんだよ。天品。確かにね。以外は残せばいい。さっき落としたからボール。確かに天秤のゴールちょっと怪しいかもね。ケンタ、はい、5枚寄ったままでいい？いい、それ立ち位置はいいよ。オッケー。何がダメ？さっきボール落としたから。オッケーオッケー。じゃあ前に投げるね。いいね。チームワーク抜群。完璧。指示通りだ。ありがとうございます。かっこいい。よくやった。お願いします。いや来るよ翔太は。いけ。ごめん。お疲れ様。ごめん。どうですか？いいえ。川添プロのスト
ストライクが出なかった時の期待値は。いや、そのカメラに映ってないところで変顔するのやめてもらっていいですか。いや、変顔はしてないけどね。あの変顔はしてないですけど、まあ、すいません。いや、別に全然大丈夫です。僕も合ってるんで。僕、ハードウェイプロには何も言えないんで、やっぱり押し切れてない。でもちょっとびっくりしたんでしょ。あ、ここ持ってこれねえんだみたいな。ひどいな。進まないけど、ゲーム移転なみたいな。危ない。ちょっと、あ、危ねえ。いや、さすがです。いけない。勝てんなってね。ありがとうございます。よしよしよし。 YouTube ってね、面白くしてなんぼなんで。ちょっと炎上するかもしれないですけど、大丈夫ですか。大丈夫です。今のところチームワークでいったら圧勝ですね。うん、うん、絶対そうだよ。だってさっき仲間割れですからね。いや、でも、いやいや、名前が一緒だから、やっぱり。まあ、そうだね。変えられない絆があるから、お俺らには、うん。そうなんですよ。変えられない。ケンタ、ストライク出たっけ。出たよ。あ、出たよ、さっき。なんならちょっとケンタはこっち寄りやけどね。翔太、翔太、ケンタでね。おぉ、ちょっと確かに。俺だけ濁点。おぉおぉ、ちょっとこれ…まあ、やっぱ僕が引いたんでね、やっぱレーン。ますます力んでしまうかもしれない。ストライクじゃないか。おお、すいません。焦ったよ、俺今。ポケットだから、ポケット。今もう行っちゃったかと思ったよね。俺もう決めたと思って。勝負決まったと思って。ポケットだから。いや、来てるよ。頼むよ。ボールがいい。任せてください。ボールが。それ何のボール？あ、すいません。これは、レジェンドスターの、トラックの、はい、ステルス。ステルス。いや、かっこいいよね。うん、かっこいい。黒いだけだけど、かっこいい。いや、全然かっこいいって顔してないですよ。いやいやいや、いい色だよ。本当ですか。いい色も何も真っ黒だからね。いやいや、いい色も何も。そうですよね。素晴らしいですよ、これは。黒に金ってもう鉄板の色じゃない。確かにね。ピンの色も金かな。ダークコードみたいなね。あ、まあ、ダークコード、そうだね。一緒だ。OK! OK! よし、はい、なんだよ。強いね。強い。よし、よし、どんなもんじゃい。来いよ。どうした。よくゼロ勝だよね。こいじれるのも今のうちだぞ。いじれるのも今のうちだぞ。7勝目したらじゃあいいよ。できねえよ。7勝目するのが先か。できねえよ。一勝目できねえよ。俺が全部奪ってやるよ。ちょっと止めてよ、相方。だから翔太はまだそこの舞台で行けてないだけだから。あ、なるほどね。もう行ったらやっぱ強いよ、絶対。行けてないだけだからが一番ダメだ。そう。一番心に来ちゃうよね。今のところはね、本当にカットするかもしれない。いいね、強かったね。いや、やばい。さすが強かったよ。球の強さが出てる。ちょっとほら、20勝のアジャスト見ときなよ。はい。ストライク、ストライク薄めだよ。普通逆でしょ。おお。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。え？あれ？いや、でもなんかあんまり見ないですよね。凄まじい切れ味だったね。やっぱ自分もびっくりしました。行くよ、あれ。あ、やばい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 、あー、やったぜ。よし、ケンタ、よし、すいません。ここ攻め時だよ、攻め時。まだ、まだ、攻め時。こっからなんで。ここ持ってくるか来ないかだから。これ一勝してると結構気持ち楽だよ。確かにね。そうだね、あの罰ゲーム的に。まあ、ちなみにそうだよね、一勝一敗だった時のちょっとことも考えないといけないね。まあ、でも2勝するんでね、うちは。うん、まあ、俺ら自分らのチャンネルで負けることないと思ってるから。なるほど。ほぉ、うん、じゃねえ。ほぉ、全然わかんない。よし、来い。俺、ガッツポーズしちゃった今。ガッツポーズしちゃった今。やっぱ YouTuber になるとやっぱ違うわな。やばいやばいやばい。でもこれ大事だよ、君。いや、僕大事ですよね。大事大事、やばいっすよ。まあ、でもオールはうちの方が勝ちですよね。そうそう、パンチパンチで一品負けなんで。任せて。あの7人が痛かったよね。間違いね。うん、いきます。あ、いいんじゃない。うまい。倒せ。ああ、やばい。まあまあまあ、大丈夫大丈夫。ちょっとうちに起こしたもんね。はい、カバーします。もうカバーしたところでさ。確かにね。はい、オッケー。はいはいはい。はい。任せた。だってもうこれ、そうだよね。1個入れたらかなり楽でしょ。はいはい、そうですね。そうだね。
あそうですね、カウ、まあ、ストライク出たら、あー怖い、よしどうする、先投げて、ありがとう、ありがとう、はい、ここは先投げてもらった方が面白いね。そうだね、俺らもう簡単に決めちゃうのもかわいそうだから先行ってもらって、俺がストライク持ってこれるかっていう話だから、今 50% でストライク出るか出ないかでしょ。お願いします。そうですね、ストライクストライク、薄め休めだからね。ここでやっぱストライク持ってくるのが願ってた方がいいよ。日本ナンバーワンですね。そう、薄め厚め、これレーン読めてないパターンだからね、大体。やっぱドジャスト。ちょっと後々焦るの嫌だから行っちゃうよ俺。行くんかい結局。これでもパンチアウトされるべ。そうね、するする。なんかこれ逆にもう相手が割れるともうここで勝負うちが決まりっていうパターンもあるからね。あるある。分点とか残りそうな感じ、ね。そうそうそう。ちょっと怪しいもんね。そんなことない。あれ？ちょっと内側、ね。あれ？あれ？うわあ強いな。いやでもまだあの、まあまあ、次ね。余裕っしょ。完璧。まあまだでも分からない。厚めなんか狙わねえから。割れるかもしれんからね。すげえな。次バケットの。いやでも面白いな。バケット。よし、いけ。一勝目。どうするこれ。どうするこれ。ごめん。いえいえ。よし。すいません。うまいわやっぱ。うまい。すごいっすね、はい、話にならないですね。炎上系 YouTuber になっちゃうけどゲスト炎上みたいな。ただの、ただの嫌な休みだよ今のところ。そう、いやでもありがとうございます。ごめん、やっぱ自分の一振りを聞いたな、これは。そうやな、はい、うん、やっちゃいました。はい、可愛いピンアップなんで。はい、はい、それでは、はい、ということで、はい、スコアは225対205、はい、ということで、ノブケンボーリングチームの勝ちです。リーチだね、リーチ。まあうちのチームはやっぱあの一振れのスプリットかな。まあそうだね、やっぱりすいません本当に流れをぶち込んで、ね、一番弱いんで、自分が360やろって言ってあげない。そうやな、まあでもあれがなかったらやっぱ360もなかったと思うし。そうだね、そうですよね。そうそうそう、やっぱ、まあ、そうだ、あれがなければあっちの勝ちだよね。よかったよかった、ありがとうございます。すいませんでした。いえいえ、もうありがとうございます。まあはい、ということで、今回はあのベーカー戦で、まあ、チームショート対ノブケンボーリングでさせていただいたんですけど、はい、今回2番勝負ということで、まあ、第1戦目はこの翔太チャンネルでベイカー戦で対戦して、今のところはノブケンボーリングが1勝ということで、はい、で、この後は第2戦目はノブケンボーリングの方でスカッチ戦を、ね、やりたいと思います、はい、これまたスカッチ戦になるとまた全然、ね、流れ変わるので、今は同じレーンで投げたんですよ。あ、おそらく多分、ね、左のレーンの方がちょっと、ね、右は良かったんじゃないかなと思うので。そうですね、はいまあ本当ね、総合力だったら俺らの方が強かったっていうのを証明できましたね。そういうことですね。ちょっと頑張ろうな。はい、頑張ります。まだ俺らはチーム結成初日やから。そうそうそう、そうですね、バランス悪いですもんね、ちょっとこの差が。こことここだからね、俺らはこんな感じだけど、それがこことこういっちゃってるから。本当にひどいですからね。まあ、これがね、藤井プロのキャラでもあるんですけど、仲いいですからね、ちゃんと。そうそう、仲いい。一緒にずっとアマカスプロは、海外はもう必ずと言っていいほど毎回一緒に行ってるんで。はい、飛行機乗らないね、アマカスプロが、そう。藤井プロに誘われて、海外に挑戦するという。毎回。首輪つけてね。はい。首輪つけて。はい、ということで、今日はですね、ノブケンボーリングチャンネルとコラボさせていただいて、初登場で、アマカス翔太プロに出ていただきました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、本日も翔太チャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。